こんにちは、あずむんじゃです。今日はですね、買ったばっかりのこのビルドライドウォッチを分解します。まずは説明書の電池交換の部分を参考にしてある程度分解します。まずこっちにやって、ここ取れるんですね。で、説明書のためにここを押しながらずらすと、お、取れました。これ裏はこんな風になってます。これもここ押せば取れそうですけど、あ、ちょっと硬いかな。ですね、ここの部分を2箇所押せば取れますね。あれ、もうちょい、あ、取れた。取れました。あ、裏はこうね、これ取れないですね。この部分を押したら分かるんですけど、ここが光って、ここに光が届いて目が光ってるみたいになってたみたいですね。そしたらですね、これ、わー、電池を取ったら、あ、この辺にネジあるんで、ちょっと本格的に分解しますね。あ、外側、こことここ、そしてこことここ。今のところ4つしかネジがないですね。ですね、試しに、このネジだけ取ったんですけど、開かなかったです。で、ここのネジも外したら、開きますね。開きますね。あ、結構びっしり詰まってますね、これ。あ、面白そうです。まず表の方ですね。表の方はこんな感じで、ここのこれのストッパーですね、これがついてる。まあ取ろうと思えば取れますけど、あんま取らない方がいいですね。ちっちゃいバネ、あ、ちょっと取れた。で、ここですね。このクリアパーツ。これ取ってもあんまり見ないですね。とりあえず戻しました。そしたら問題の本体ですね、これ。リセットスイッチとバネがついてるんで、これを取って、これを外すには、ここのネジを取んないといけないので、これ取りますね。そうするとこれが取れて、これもかなあ。これとりあえずこれ、取れました。あとは基板を取るにはネジ取んないとですね。と、これ。よし。あ、そうしたら、このスピーカーですね、スピーカー。これ結構ちっちゃいのにいろいろ詰まってますね。あれ、なんか取れないと思ったら、ここのスイッチのやつですね。ここにもネジがあるので、これもですね、これは結構大変だ。こう2つ緩めました。これで取れると思います。おー、取れた。いいか。で、あ、これガシャットの時みたいな、これバネのやつ。とりあえずこれで全部ですね。そしたら本体の基板見ていきます。05050番、おそらくこれですよね。このナンバーがこれ50番なんで、おそらくこれですよね。そして IC1、R1、C1、まあ、R は抵抗で C はコンデンサーなんですよね。そういうのが R と C がいっぱいあって、でこっちにこのスピーカー、いつもスピーカーの配線黄色なのに今回白ですね。で今回はここ、破損防止か改造防止か透明のやつでコーティングされてますね。ちょっと見えづらいですけど、スイッチ1、こっち LED の方、これが LED で、こっちもスイッチ1で IMS、 ちっちゃい割に結構細かいですね、いろいろ多いですね、これ。んでこっちがスイッチ2、スイッチ3でリセットボタンスイッチ4。なるほど、わかんないです。それじゃあ戻します。戻すときですね、リセットボタンがちゃんとここについてるのを確認してからですね。まずはスピーカーをセットして、でこのカバーですね、ここにつけます。落ちた4本飛びました。そしたらこれをかぶせるんですよね。ここのこれかな、ここに入るようにちゃんとセットして、白い線はこっちに逃がして、LED とスイッチのやつ、ここをですね、ここに入れるんですね。 OK。 そしたらこうですね、こうたらこことこことここ、ネジを止めました。そしたらですね、これの出っ張ってる方、奥ですね、ここにセットして、これもですね、ここですね。じゃあですね、この状態でちょっと動作確認しますね。電池3つつけて、手で押さえる。こうですかね。めちゃめちゃ変わりますね。それじゃあ動作確認もできたので元に戻します。さっきのここに刺して、ちょっとこれがちゃんとここに入るようにですね、ちょっと難しい、これよしかー、 OK。 ネジを123、4つけました。そしたらこれをここに元戻すんですね。カチッてんで、電池ですね、電池をセットして、ここでスライドしますね。 OK。 でこれですね、ちょっとこれ元のちょっと硬いんですよね。 OK。 これで壊れてない、よかった。これはもともと発光するので特に改造するとかはなさそうですね。今回もですね、分解して中の構造がいろいろ分かったのですごい楽しかったです。すいません、ここの認識プレートですね、外すの忘れてたんですけど、スピーカーの下にですねネジが見えたので、そのネジを外せばこれも取れると思います。うっかりしてました。あとはですね、これから新宿行って映画見てきます。すごい楽しみです。というわけで、ビルドライドウォッチを分解して遊んでみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。